していきたいと思っておりますよろしくお願いいたしますありがとうございますそれでは壇上のメンバーを簡単にご紹介して早速議論に入りたいと思います真ん中本日モデレーターも務めますが渡辺常雄東京財団常席研究員兼政策研究ディレクターでございますユーラシア情報ネットワークではアメリカを担当しておりますね。その右側佐々木芳明東京財団常席研究員中東を担当していただいてます そして真んなどいいましょう。手を挙げていただけるとありがたい。アビル大輔、タイスケ東京財団研究員兼政策プロデューサーです。ロシアを担当しております。そしてそのお隣右側ですが、小原邦治、東京財団研究員政策プロデューサーで中国を担当しております。さあ、今度向かって左側に回りましょう。関山隆東京財団研究員で東アジア担当でございます。 そのお隣、染野ンジ研究員、中国を担当しています。今度、ちょっと右側へ参りまして、鶴岡道と東,東京財団研究員、ヨーロッパを担当していただいています。そして、いろいろ触れて申し訳ございません、今度左手へ参ります、増田哲夫、東京財団研究員、東南アジアを担当していただいています。そして、一番右側、宮原信孝研究員、南西アジアを担当しています。 え今日総勢9人で分析いたしますがこの9人と一緒に発信に携わっているちょっと予定外ですけどもう一人の研究メンバー平沼光研究員もご紹介したいと思いますはいそれじゃ早速参りましょう渡辺さんお願いしますはいそれではあの今日はもう盛りだくさんなのでなるべくその皆さんのフロアの方からの質問をあの多く取りたいと思うのであの準備をしておいてくださいそれでえっ、ー、ととにかくえー 中国とロシアとこの2つが一番中心なんでこの2人にその話を聞いてあと、その他のアクターがどう扱うかをそれぞれに話してそこからフロアをオープンします、えー、ということでまずはそのロシア、中国というとこからですが1つだけ余談なんですがこの2人東京財団の忘年会というのがあるんですが去年の幹事2人でして大変長いんですねロシアと中国2人で組んでなのでなんとなく今の接近を予見させていたのではないかと思っております。 よろししくお願いします、えー、とロシアなんですがそのまあこの間5月のです、ね、20日にプーチン大統領訪中をしたということでそのまあ中ロの,、ね、の関係の強化ということを言われたわけですがそもそも,です、ね、そもそもロシアがこの極東,東シベリアのです、ね、開発を中心としたです、ね、いわゆる東方シフトというです、ね、政策を そもそも取り始めたのはウクライナ危機がです、ね、始まる前なんですよね。これはもともと欧州に、えー、過度にです、ね、政治的、経済的に依存しているという状況をこれ自体がです、ね、リスクであるということで中長期的にはこれをです、ね、アジア太平洋地域にです、ね、多角化していくという戦略がプーチン大統領が、ね、2012年 に大統領に復帰をするとともにそ,れその戦略が加速化し動き始めるという流れの中で実は今回のウクライナの危機が起こったと。 いううことだとだ思うんですねで、えー、そもそもですねこのロシアにとってのですねこの東方シフトつまりアジア太平洋地域への多角化の第一のですねパートナー候補というのはもちろん中国でありますそれは経済的にもですねいろんな意味でやはり中国の潜在的なですね 影響力、例えばガスの購買力1つとってもですね極めて大きいものがありますからそれは何よりも中国とのですね関係強化というのはもちろん大きな第一候補パートナーとして第一候補なわけですがただ、一方で,ですねロシアは過度に中国に依存をすると経済的にということそのものもやはり実はリスクであると。 考えていますつまり、もしです、ね、経済的にロシアが経済的に中国に過度に依存するとそれは、ですね政治的な依存にまで発展しかねないとそれ,それはですねそういう事態はロシアは決して望んでいないということでロシアの東方シフトの戦略の中には中国との関係強化はもちろんですね それは日本、あるいは韓国を含めたです、ねえー、多角的なこのアジア内でのです、ね、パートナーの多角化ということも含まれた東方シフト戦略であったということがまず第一点ですところがです、ね、今回のウクライナのです、ね、危機が勃発をしです、ね、特にこのロシアと欧米諸国のです、ね、関係が悪化をしたとでそういう中で、まあ、5月のです、ね、20日のプーチン大統領の訪中があったと。 ということで、まあ、この際にです、ねまあ、よく言われるですねロシアと中国のパイプライン天然ガスのです、ね、契約これはまあ約10年にわたって、えー、なかなかその妥結をしなかったものがここでやっと契約が締結されたということあるいはですね ロ中が東シナ海で,です、ね、初めて共同軍事演習を実施した、まあ、これまで海軍のです、ね、軍事演習は3回あ2回行われたわけですが、東シナ海で,です、ね、行われたというのが初めてだということですね、それからもう一つ、このロシアと中国はです、ね、第二次世界大戦戦勝70周年記念をです、ね、共同で祝うということでも合意をこの時しています。 でそういう意味で,です、ね、明らかに、この時ですねロシアと中国はウクライナのです、ね、危機という中で特にロシア側のにはです、ね、アメリカに対してロシアとの関係強化というのをです、ね、ある種デモンストレーション的にです、ね、見せるという意図はあったのは間違いないと思います。ただ あまあ、そういうい意味で,です、ね、そのウクライナ危機というのはそういうい意味でロシアのです、ね、東方政策を加速化させているということはまず言えると思うんですね。でその一方で先ほど申し上げたとおりロシアはです、ね、決して中国だけにその東方政策を依存するつもりはないので例えばです、ね、非常に興味深いのはこのロシアのです、ね、アプチン大統領が訪中した直後に実はサンクトペテルブルクで,です、ね、経済フォーラム というのが行われてここで、ここ,でです、ね、こ,こにそのプーチン大統領この場で,です、ね、プーチン大統領と世界の11社のです、ね、通信社の代表がです、ね、あの懇談をするという場面がありましたで、ここで非常に興味深いです、ね、やり取りが行われていますあの中国の新華社通信のです、ね、記者がそのまずです、ね、ロシアとのです、ね、経済協力そして えー、先ほど申し上げたです、ね、要するに第一次大戦戦勝70周記念を共同で祝うということに対してプーチン大統領はどう思われますかというような実は質問をこの時、したんですねそうするとプーチン大統領はこの時です、ね、ただ経済協力の話だけに答えてです、ね、このロシアと中国の 第一次世界大戦戦勝70周年を共同で祝うということの合意に対しては一切実はこの時にコメントをしなかったということですね。で実はまあ当然のことながら中国にとってもです、ね、第二次世界大戦戦勝70周年記念の対象は日本ですのでプーチン大統領としてはその日本との関係を悪化させるような発言は避けたと。 いうこととなんだと思うんですねでそれが証拠に実はその後でその後ですねその何人かあと日本の共同通信のですね代表の方が実はプーチン大統領にですね日露関係それから路中関係について質問をしてるんですねでその時になんとプーチン大統領は先ほどの路中のですね えー、要するに共同で70周年第2次世界大戦70周年記念を祝うという先ほどの質問がありましたがとあえてここでこの話を出して歴史を正しく認識するということは大事だけどもこのことが日露関係の将来になん、ね、らの障害になるものではないというです、ね、わざわざこの日本 との記者とのやり取りの中でそういう発言をこの時しているということ、このことを1つとってみてもやはりフーチン大統領はです、ね、その中国との関係ももちろん重要なんだけども日本との関係も重要であるというメッセージをこの時発したということなんだと思うんですね。ただところが、だからまあそういう意味でですね我が国もそういう意味でですね そのまあ、安倍総理がです、ね、その就任以来5回もまあプーチン大統領と会っているわけで,で、まあ、日本の対ロ政策のです、ねまあ、柱というのはまあ3つあるんだろうと思うんですねそれは、ほっロろの問題です、ね、それから中国ファクターそしてエネルギーを含めたです、ねまあ、経済協力ということなんだと思うんですけども、まあ、この3つを強化していくという,うその大方針のもとに、まあ、言ってみたらこのウクライナ危機が起こった後も 安倍政権はです、ねまあ、ロシアに対してアメリカ、をーか、欧州と比較しても極めて緩い制裁、まあ、実情、制裁をやっていないというぐらいのです、ね、非常に緩いやかにソフトなです、ね、アプローチをロシアに取ってきたとでその一方でやはりそういう日本のアプローチに対して今 オバマ政権のです、ね、やはり日本に対する風当たりは相当強くなっていた、でそれが今回これその状況がこのマレーシアのです、ね、航空事故が起こる以前の状況だったと思います、でそういう意味で,で今回です、ね、マレーシアの航空機追撃事件が起こったことで,、まあこのこのですね、実はこの事件、この事故 にロシアがどれだけ関与していたのかという問題に関しては実はこれ、アメリカのですね情報機関もロシアがダイレクトに関与していたということを指し示す証拠はないというまあその極めてですね曖昧な言い方をしてはいるんですけどもいずれにせよ、今、オバマ政権はこの問題を 一、ねまあ、つのおチャンスとしてです、ね、ヨーロッパ、それから日本に対して今、ロシアに対する経済制裁をです、ね、強めるような圧力を今かけているということだと思うんですね。 圧力ある経済制裁にアメリカと比べればです、ね、消極的だった欧州もです、ねえー、場合によってはそのドイツのようなです、ね、国でさえ今そのロシアへのです、ね、制裁にかなり前向きになりつつあるという状況が実は今回のです、ね、マレーシアの航空機事件追,追撃事件のです、ね、大きな あの結果の一つだろうとで今度です、ね、逆に考えてみると欧州がです、ね、そういう形で特に金融分野で,です、ね、金融分野でのロシアへの経済制裁これは実はアメリカが一足先にこのマレーシアの航空機追撃事件の前日にです、ね、起こった前日に実はロシアへの金融制裁 具体的にエネルギー企業、それから国営の銀行に対して貸、ね、しているわけですけれどもこの金融制裁にほぼ並ぶ形の経済制裁をです、ね、今後、欧州がかけてくる可能性が今、浮上してきたということでそうなってくるとやはり日本もです、ね、それに並ぶようなです、ね、措置を取るべきであろうというです、ね、プレッシャーが当然、 アメリカから来るということは想像するのに固くないということだと思うんですね。で、そんな中ですね、まあ、言ってみたらロシアに対する特に金融面でのです、ね、包囲網というのがもしこのままあの強化をされていくとです、ね、ロシアにとってみたらその頼るべき相手はです、ね、もう中国しかないと。 いう状況が、あ要するに、今後ですね、生まれてくる可能性がある。で、それ、意味軸もですね。この七月のですね、十六日、あ、ごめんなさい、十五日ですね。あのマレーシア航空機追撃事件が発生する二日前ですね。あのブラジルでですね。そのブリックス諸国のサミットが行われて。 そのブリックスバンクというです、ね、言ってみたら、まあ、その開発銀行のようなです、ね、グローバルな開発銀行、まあ、世界銀行のようなです、ね、枠組みのものを作ろうということで初めてこれ合意をしたとでもちろんこのブリックス銀行のを主導するのはもう世界のこの中で,です、ね、最大の経済力を誇る中国ですのである意味です、ね、ロシアが その今、欧米諸国の金融制裁の包囲網にその、まあ、追い込まれていく中で徐々にこの中国の,です、ね、その金融的な影響下に入りかけているというのが今の状況であろうとで、まあ、このままです、ねまあ、先ほど申し上げたように日本が欧米並みの経済制裁を やっていくということになるとますますその状況が強まってくるということで確かにこのクリミア問題ですねクリミアの編入問題というのはまあ国際法にです、ね、違反をしたということで,です、ね、それは原理原則的にです、ね、それはアメリカがそのロシア に対してです、ね、経済制裁をするというのはまあ理解はできるわけですがただ、その一方でこのままこの戦略を継続して,きた継続していく延長線上で場合によってはこの東アジアで,です、ね、アメリカが全く望まないような形の戦略状況ができてくる可能性があるとただし今もうできているということがない。 ですよね。先ほど申し上げたとおり先日のプーチン大統領の訪中でそういう状況ができたということを言ってるわけではないですが今後ますますこの状況が続いてくるとそういう状況が生まれてくる可能性があると今そういう状況にあるということだと思います以上です私の方からありがとうございましたそれじゃあ今度はもう続いて小原さんから中国の見方をお願いします小原でございますよろしくお願いします あの本日、まず大きなあのテーマはですねえ中ロ接近の最大の要因は米国であるということですえ中国は今のところライバルは米国のみであるという認識まあこれはそう思いたいという部分を含めてえそういう行動をしようとしているということから米中関係の推移と中ロの接近という形でお話を進めたいと思います。 中国が、まあ、最近アメリカと直接対話したというのは米中の戦略経済対話というものが北京で開かれましたけれども日本ではこの米中戦略経済対話には成果はなかったという報道が多かったように思いますけれどもこれは米国の見方なんだろうと中国にとっては決して成果のないものではなかったというふうに思います。 なぜなら中国はこの戦略経済対話の場でアメリカとの問題を解決できるとはそもそも思っていないからですしそれが目的でもないからだと思います。先に結論になりますが中国が今アメリカとの間で求めているのは対立的な共存です。そもそももは年頃 えー、米太平洋軍のキーティング司令官が訪中をしたときに、えー、当時の国防部長であった総合戦が、えー、キーティング司令官に対して、えー、太平洋を分割してはどうかという話を持ちかけたという話はありましたけれども、えー、それ以降分割という話はあ中国はしなくなってまいりました最近は太平洋にはあ2つの大国が活動するのに十分な空間があると。 いう言い方になってきましたこの分割論というのはそもそもアメリカが受け入れないということは中国は最近では理解をしていますこうした中でではどのような共存をしていくのかということになるんだろうとそういった意味でこの戦略経済対話で中国が求めたものはアメリカといくら対立をしてもアメリカが中国に武力行使をしないという保証これが欲しかったわけです。 そして中国はアメリカに対してこの対立を、えー、堂々とアメリカと渡り合うとアメリカに対して中国の主張をするということを内外に見せるということも一つの重要な目的でした。 まあそういった意味で中国は今でも新型大国関係というものを求めているわけですが、えー、ケリー国務長官が、まあ、過去の大国関係は戦略的敵対関係になってしまったが米中がそうなるとは限らないという発言をされたことで、えー、実は米中が大国であるということをアメリカ側が認めてしまったような形になってしまったこれは中国は大変喜んだだろうと思います。でさらに 対話をもって問題を解決していくんだということになったことも口の上では中国に対してアメリカは武力行使をしないまずしないと先に議論なんだということですからこれも中国にとっては一つの成果であったと思います、まあ、そういった意味で戦略経済対話は中国にとって成果はあったというふうに考えられるわけですが中国がなぜ対立的共存を求めるようになったかということですけれども これは昨年3月頃までは中国は実は直接日本との対話による日中関係の改善というものを模索していましたところが3月の末になって習近平主席が日中関係の直接的な改善というのは難しいということからアメリカへの接近を図るようになります。 これで4月、ケリー国務長官とデンプシー統合参謀本部議長が立て続けに訪中することになるわけですがこの時にケリー国務長官に習近平主席が自ら会って言ったのが数日前にオバマ大統領と新型大国関係のどのように作るかについて議論をするということに合意をしたということを言っています。 この辺りから中国はアメリカとの共存を考えるようになる、えー、まあ共存といっても中国としては米中に大国でアジア太平洋の安全保障を決めていくんだと日本と話ができなくてもアメリカに日本をコントロールさせればいいといった考えもあったと思います。 それがそのまま6月の米中首脳会談への流れになるわけですがこの米中首脳会談日本でも米中の首脳が膝を突き合わせて数時間議論したという報道がなされましたけれどもここで中国が理解したのは米中は相入れないといととうことですアメリカと中国の考え方は根本的に違うということをここで認識をする、まあ、再認識だったかもしれません。 えー、そもそも習近平主席が最初にオバマ大統領に言ったのが日本のような小国が米中の大国関係に影響を与えてはならないというようなことを言ったわけですがオバマ大統領は即座に国に代償はないとこれを完全に拒否をした。 これはアメリカも中国が求める新型の大国関係というものが将来的にどういうものになるのかということに非常に大きな疑惑を持っていたからですしそのために新型大国関係という英訳はオバマ大統領はその後の記者会見でもわざと3つぐらいの違った表現をしています特定の言葉にしたくなかったということです。 これは戦略経済対話に向けてオバマ大統領が出したステートメントの中でも同じで大国という言葉1回しか使っていませんそのほかは我々2カ国ですとか我々米国と中国はといった言い方をしていますあるいは新しい形の米中関係というような言い方をして非常に表現に気を使っている。 これは中国の新型大国関係の議論にそのまま乗るわけではないということを示しているんだというふうに言えます。えー、まあこうした違いを認識した習近平主席が考えたのが。 これは米国とは対立基調でなければならないとただし、えー、対立はしつつも今、中国はアメリカと戦争しても勝てないわけですから何としても米中戦争は避けなければならないそうすると対立しつつも共存できるといった環境を作らなければならないということになったわけですここで、えー、中国はロシア側に接近を図りますこれで、えー、昨年の7月、えー、中ロ海軍の共同演習 海上連合というものが行われましたただし、このときロシアは非常に腰が引けています、えー、これは7月1日に、えー、中ロ両軍の、まあ、運用のトップが演習の開会を開実施を宣言したわけですけれども実はこの7月1日には中国海軍の艦艇はすでに港を出発をして演習海域に向かっています。 それまで中ロの共同発表ができなかったここにはロシア側の躊躇もあっただろうとさらにこの時中国海軍の艦艇は宗谷海峡を初めて抜けて日本の東側へ出ているわけですが実はロシア海軍の艦隊が先に宗谷海峡を抜けて演習をしていますロシアからはこれは中国に対してここはロシアの海であるということを思い知らせるためにやったんだという話を聞きます このように中ロ間では不信感が相当にあるとそれでもお互いに協力をしなければならないという状況だったんだろうとその状況が変わったのは中国側に言わせるとこれがウクライナ情勢です実はこのウクライナ情勢ウクライナ危機が始まった頃中国は非常に苛立っていました今まで中国が一生懸命作ろうとしてきた大国間のバランス をこのウクライナ危機が壊したということです、えー。そもそも中国に言わせると、クリミア編入、ロシアによるクリアミクリミア編入というのはあ絶対に支持できないと。これは中国の原則に反するものだと。中国は国内にさまざまな問題を抱えています。新疆ですとかチベットといった。あ ややもすると独立ということを叫ぶ人たちが少数民族はいる地域がある、まあ、こうした中で中国はこのクリミア編入だけは支持できないとただしロシアとの協力は保たなければいけないこれは先ほど口約束ではアメリカが中国に対して武力行使をしないということはこれまでも議論で問題を解決するんだという中で 言われているわけですけれども中国は口約束だけでは安心しませんまあこの米国の対中武力行使を抑えるために今でも引き続き核兵器の開発を進めています昨年の12月には df-41 という新しい大陸間弾道弾の発射試験に成功しましたこの大陸間弾道弾の弾頭は複数弾頭化マーブ化されています 1>, 1発のミサイルに10発の核弾頭が乗っていると言われていますこれはアメリカが今一生懸命主導している核兵器の削減に逆行するものですけれども中国は口約束だけでは安心できないので実力でもアメリカを抑くしたいとでさらに自力だけでは心もとないのでロシアの協力が欲しいとロシアをアメリカに対するバランサーとして使うということになります まあこうした中で実はロシア側からも中国への姿勢に変化が見られます先ほどアビル研究員の方から話がありました今年5月のプーチン大統領の訪中さらにこの2人は今年実施をした中ロ海軍共同演習海上連合2014の開幕式に2人で一緒に出ています これは軍事面においても安全保障面においても中路は協力していくんだということを示すためにやったことですから、まあ、こうした態度はロシアの態度は昨年の態度とは180度違うということになります。 これは実は中国は望んでいたと言えなくはないんですがあまりに急に協力姿勢に走ったロシアが走ったがために中国は自分が思っている以上に背中を押されて勢いがついた感もあります中国は自分でなんとかバランスを取りたいと思っているところが外力が加わると思うようにならないということなんだろうと。 しかも、この中ロ協力というのはあくまで対米牽制の一点で協力しているのであって具体的な問題で協力することはありませんロシアは中国とベトナムの衝突においてロシアは中立であると言いますもちろんロシアはベトナムと伝統的にいい関係を作っていますしベトナムの軍事装備品のほとんどはロシアから購入しているものですこれは現在でも続いています、まあ、こうした中でロシアがどちらかを支持するということはない また中国は先ほど申し上げたとおりクリミア半島の編入とウクライナ問題でロシアを単純に全面支持することはない、まあ、こうした中での協力ということになるんだろうと思いますで最後に中国がでは何を求めているのかということですがこの対立的共存という意味中国が求める新型大国関係の意味というのは アメリカと中国はいかに対立しようとも、権益が衝突しようとも、考え方が違うとも、お互いにお互いの行動を邪魔しないという世界。 これが中国が求める世界新型の大国関係なんだということになると思いますこれは見渡せる将来にわたって中国が特に通常兵力においてアメリカに戦闘で勝てるという見込みはありませんそうした中で中国が求めるのはアメリカが中国に武力行使をしないことただし中国は自分の思い通りに活動したいということなんだろうと。 まあこうした中で、口約束だけでは足らない、それが核兵器の開発にもつながっており、中ロの協力にもつながっているということだろうと思います、実はあの今回、先にお名前をいただいた中で、名指しでご質問をいただいております、まあ、日本はこの2か国にどう対処すればいいんでしょうかということなんですが、簡単に申し上げますと、もちろん実力をつけておくことは大事です。 この実力というのは自衛隊による戦闘力ということでもありますしもう一つは経済力ということでもあるだろうと思います中国が日本に対して手を出せないのはまさにこの2つの理由があるからです1つは今、自衛隊と戦っても中国の被る損害が非常に大きいさらには日本の背後にはアメリカがいる こうしたことから自衛隊は自らの能力と日米同盟をえしっかりとお堅持していかなければならないと思いますし一方でえ中国は日本との経済関係だけはあ残しておきたいということからこれを区別する努力をしていますえ実はこうしたギャップを日本はついていかなければならないのではないかとえ中国の国内にもそうした政治と経済のギャップもありますし実は中ロの間にも日本に対する認識のギャップがあります まあ、こうしたギャップをついていくことこそが外交になるのだろうというふうに考えています。以上です。ありがとうございました。それじゃ、あ今度続いて、アメリカをちょっと見ますあ。あの、ここからぐっと短くなりますので、まあ、ロシアと中国で大体お腹いっぱいになったと思いますので。えっと、アメリカはもう、今、あの、中、中露が接近しているのは。アメリカがいるか、アメリカに対してだと、まさにそういう話なんですが。 もっと言ってしまうともう今の,の世界の混乱のかなりの部分はやっぱりアメリカのまあせいというかおかげとは言えないと思うんですがアメリカがあのリーダーシップを発揮できにくくなっていることにあるというのはまあ大体皆さんの一致した意見だと思うんですが、えー、とじゃあなぜなのかということがあの今日の話になりますが、まあ、なぜなのかというと実はまあ話は 結構えらい単純か深くなるかどっちかなんですが私、興味あるなと思ったのはあの最近です、ね、ワシントン・ポスト紙の論説面の編集長にフレッド・ハイアットという人がいてこれはあのあれ東京財団でも一度パブリックフォーラム出てくれたと思うんですけど元日本支局長で割と世界のことをずっと幅広く見てる人で彼が。 かなりです、ね、あの面白いというかかなり厳しいこと書いていて厳しいこと書いてるんですが一理あるだと思うんですが今、アメリカの新聞の論説面なんか見るとどっちかなんですねつまりオバマ支持派はあのオバマの責任じゃなくてこれはもう世界がそう多極化してるんだからしょうがないだろうとそれとオバマ大統領が行動できないのはあの共和党が反対してるからだと、まあ、ティーパーティーなんかが邪魔してるんだとこんな話をします。で片やオバマあの支持派は 反対派はオバマ大統領がやることやんないからこうなっててどんどんひどくなってるんだよという話を言っておりますが結局、フレッド・ハイアットはこの2つそもそもどっちも政治的なポジショントークであってそういうことをやってると物事の本質が分かんなるからわかんなくなっちゃうんだよ。 と、よくした上で、えで、ー、やっぱりオバマ政権問題あるなということをどんどん指摘します、これ結構重要で、なんでかというと今多分、分あのこれは本当に深刻な話でオバマ政権の中でも批判はものすごく政治的な批判だと思われてて本質的な批判じゃないというふうに思っちゃってえらい楽観的に考えている人たちがどうもいるんだと思います。じゃないと今までのこのこ中路 おの接近に至るまでのまあウクライナの話もそうですし、それからまあちょっと一応確認すればパレスチナで今流血が拡大してます。シリア内戦の混乱続いております。イラクにおいてあのアイシスと言われるアイエスアイエスと書くまあイラクシリアのイスラム国というえここの影響力は相変わらず拡大しております。で、そのせいで非常に中途全域があの混乱しております。これやっぱりアメリカの影響力の低下なんですよ。 じゃあそれはどういうふうに考えればいいかっていうのについてもあのハイアットがあの言っていてそれは何かというとあのオバマがそもそもやってることに政策の戦略に関係あるとそれは孤立主義とは言わないけども特にヨーロッパとか中東から段階的に撤退していくと徐々に段階的に撤,して撤退していくこの戦略なんだということなんですよね。 で、えー、実際、オバマ大統領はですねよ,よその国のネーションビルディングそのこ国家作るそんなことやってる暇があったらばあもう少し自分のところの中のネーションビルディングしなさいと言ったりとかですねあともう1つ、これはアジア人はちょっとピンとこないんですけどあのピボット・トゥ・アジアとかリバランス・トゥ・アジアとかアジア回帰政策。 これを言うことによってむしろヨーロッパとか中東から軸足を移していっちゃうんじゃないかという不安ですよね。でじゃあどうしたらいいのかって話になるとです、ね、これはです、ね、あの例えばあのハイアットが指摘するのは第二次世界大戦後アメリカ何やりましたか多分ヨーロッパと協力しながら経済援助してルールを作って。 え冷戦が終わった後ベルリンの壁崩壊した後どうしましたかやはり協力していろんなその経済協力をしたりしたと,ところがアラブの春が起こった時何しましたか半端な支援しかしてなくてかつ本当に親米の国が倒れた時はもうそれでむしろ守りに入っちゃったということなんですよねでじゃあオバマ政権これ変えれますかと。 言うとですね例えばライス国家安全保障担当補佐官とかケリー国務長官とかこの辺の考え方はかなりリベラルでこういうこのバランス・オブ・パワーみたいなことには関わって あんまり真剣考えてない節があってしかもそこが変わるという様子があんまりないんですよねどちらかというと今のオバマ政権というのは政権内での持ち上がりということでこの辺がやはり心配であろうということですねまあ時間もこのぐらいぎりぎりまで頑張れという悪い例を示してしまいましたがそれでは次は佐々木さんに中東を見ていただきます。最初ウクライナの問題で なんで私が喋るんだろうと思ったんですがよく考えてみたらこれ音入ってますねあ,のあることに気がついたんですあの私あの、海軍の専門家じゃないので秋葉原会長の前で喋るのはちょっと喋りにくいんですが実は私はあのウクライナで起こったことはその前哨戦としてシリアの内戦があると思ったんですねこれは他の人も似たような考えを持っている人がいるんですが要するにシリアで、ね、なぜ内戦が起こったのか。 渡辺さんはアメリカの影響力が相当低下していて、えー、アメリカは影響力を持っていないという言い方をしましたが私はアメリカは戦争のパターンを変えたんだと思います。これ言いますとだいたい1時間かかるんで具体的には言いませんがいわゆるベトナム型の白兵戦はやらなくなったでそうすると何が残ったのかというと今日、ア倍ビア参加も出ましたけども金融戦争が一つ、です、ね、それから宣伝戦争だと思うんです。 で、あのアラブの春の革命っていうのはあれはモバイル戦争というあの革命というふうには言い方されましたけれども、モバイルであるとかドローンであるとか新しいその道具を使った戦争が、あの着々とアメリカによって進められている。我々はそれに気がついてないだけじゃないのかなというような気がします。で、あの私が何でシリアの内戦がウクライナに繋がるのかっていうのはシリアという国は。 イランにとっては例外的なシーア派のアラビンの国家であるということからイランが非常に強い関心を持っているし援助もしています同時にそのシリアは実は今では唯一残った中東の中のあるいはアラブの国々の中のしかも地中海に面した海軍の軍港を持っている国なんですねでシリアのタルトースという軍港は、えー、ロ,シア軍がロシアの海軍が唯一自由に使える港ですでそれを アメリカを潰してしまうというのが今回のシリアの内戦の実は真因なのではないのかというふうに思います。だからもう一つは、それじゃあそのウクライナ問題は何なんだというとアメリカはあの私は本の中でも書きなおかつお話をしたんですが The New East Map 中東の新しい地図という論文がアメリカのラルフ・ピーターという大気大使さんが書いたのがあってそれは非常に僕は興味を持って見たんですがその中で書いてあったことの一つがトルコの5分の1東岸を取ってクルドの国家を作るとアメリカの海軍は国海の沿岸に軍港を持てるという話だったんですねそうするとまさにアメリカの海軍というかアメリカ軍は ロシアの喉持ちに合い口を突きつける状態になるわけです。で、幸いにして今回ウクライナにあのアメリカがあのまあ関与してそれに対して非常にいち早くロシアが反応してくれたでクリミア半島を取ってくれた当然クリミア半島を抑えたということはロシアにはそれはもともと俺らの問題というのがあるんだろうけども,もう一つは軍港だったと思うんですね。で今度ははた側のウクライナはどうかいうかととい アメリカに守ってもらうのは困るということになりますから残ったオデッサの港が私はアメリカの軍港として活用できるだろうと大っぴらにそういうふうな言い方をするかどうかは分かりませんいずれにせよつまりロシアも取ったけど俺らも取ったなとだからこれは言ってみれば五分五分の勝負だったと思うんですでひ,ひどい言い方をするとロシアとアメリカの間ではナーナーの関係でそれが進んだんじゃないかとすら私なんかはあの考えたくなる部分がありますでアメリカが 今申し上げたようにロシアの地中海におけるその権益をその海軍の権益を潰してしまうから願わくば国会における活動能力も低下させてやろうということだったと思うんですがそれは半分成功したような感じが今の段階ではしていますしかしながらただアメリカの場合最近目立ってきているのはシリアに対する内政干渉もそうだったしイランの場合もそうなんですが結果的に結論が うまくいかないというのが非常に目立っていますでしたが私はアメリカはまたするのかなというふうな気がしていますでいろいろ申し上げたいことがあるんですがあのこれはなん YouTube で流れるらしいんでこの辺で話はやめておきますどうもじゃ鶴岡さんヨーロッパお願いします ヨーロッパの視点とといいうことで、えー、といくつか触れたいいと思いますただ、もうすでにこの中ロ接近に関してはさまざまな側面が触れられておりますので、まあ、なかなかどんどん言えることも少なくなってきてしまっているんですけれどもまず1つ、もちろんその冷戦後のロシアはですね NATO 拡大ですとかそういう西側との関係が冷え込むたびにまあ中国との関係を強化してきたというまあパターンがすでにあるわけでしてでこれはまあ今回も変わらないと。 で中、まあ冷戦時代の中祖あるいは今の中ロ関係、これは協力とともに常にこれまたその対立であったり緊張の側面があると、これももちろん今回も変わらない、ただまあ最近変わってるとしたら、やはりその中国の台頭これにまあロシアの、これに対するロシアの懸念も当然高まってきている。で 全体としてみればやはりその中ロのパワーバランスというのがどんどんこれ中国有利になってきているわけですねで、そういった中での今回のまあ中ロ接近だと、でこれまあヨーロッパから見てもですねこれ当然あんまり心地のよい話ではないというのはまあもちろんなんですけれどもただ、こういったその対立とその協力といろんなまあ経緯がありますのでその今の非常に接近したような状態がまあそのまま長く続くとももちろんヨーロッパも考えていないと。 ただ、じゃあヨーロッパは何ができるんでしょうかというところなんですがこれはなかなかやはり難しいところでしてただ、もちろんその一つにそのヨーロッパがロシアとの関係を考える上で 中国ファクターというのは別にそう必ずしも大きいわけではないですねつまりそのロシアが中国を向いたから頑張ってロシアとの関係強化するあるいはロシアと中国が接近したからといって急いで中国との関係を強化して引き離しにかかるとそういった発想はまあ必ずしもあんまりメインストリームではないということが言えるんだろうと思いますただヨーロッパはやはりジレンマ抱えておりましてやっぱり1つにはそのロシアの行動をヨーロッパはどうやって変えられるのかと。 そしてもう一つ、やはりその中国の行動をどのようにヨーロッパの努力によって抑止することができるのかとでこれに関しては非常に大きな、まあ、ジレンマといいますか限界を抱えているというのが現実なんだろうと思いますただ、この最近の中国、ロシアをヨーロッパでどう見ているかという議論でやはり一つ面白いのはその力によって現状を変更すると。でそれを厭わない国として 中国とロシアというのはもう完全に同じカテゴリーとして理解されてきているということでありますそれとあともう一つそのエネルギーの話で中ロ接近のインプリケーションいろいろ言われてますけれどもただこれ中ロ接近あってもなくてもです、ね、ヨーロッパにとってエネルギー供給源の多元化というのはこれは戦略的な課題であり続けたわけでしてでこれは当然クリミア危機ウクライナ危機によってこの緊急性が高まって本気度が高まったということだろうと思います。 それとあとあもう1つこの中ロの話をヨーロッパから見るときに1つ忘れてならないのがこの中央アジアですとかあるいは中東欧まあこれウクライナも含むわけですけれども中東欧諸国における中国のさまざまなプレゼンスが拡大しているということであります。でこれに関してやはりそのロシアはこれまたあんまり心地よく快く思っていないというのが事実でありましてじゃあこれをヨーロッパから見たらどうかと。 ウクライナですとかあるいはその他の中東の諸国すでに EU や NATO に入ってしまった国も含みますけれどもここで中国がいろんなインフラに関与するとかあるいは投資をどんどん増やしていくと。これはは場合によっては あのヨーロッパににとっても利益になるわけです,ねですからそれをどこまでパートナーとして捉えるのかあるいは困った動きとして捉えるのかとこれはヨーロッパもまだ悩んでいるというところだろうと思いますそしてもう一つあの言えるのがですねやはりその中国にとってヨーロッパもちろん一番重要なパートナーではないわけですけれどもあの対西側 というのは中国から考えた場合にはヨーロッパっていうのもその西側の方になるんで対抗すべき相手になりますけれども対米関係だけ考えるとヨーロッパっていうのはもしかしたらパートナーかもしれないですねであるいはその対ロシアという意味でもその対ロ関係のバランスを取る上でやはり重要だとそうするとヨーロッパとしてじゃあ何ができるのかということで1つ最後に挙げたいのがです、ね、その中国の,その世界経済におけるそのバルネラビリティ いますかその脆弱性これをどうやって保つのかというのが実はヨーロッパにとって大きな課題でしてでこれはその別に敵対的に中国を封じ込めるとかっていう話ではありませんで国際経済の中に中国をしっかり取り込んで取り組み続ければ続けるほど中国というのは国際 経済から抜けられない存在になるとそうすると今回のロシアみたいなようなことが起こって制裁が必要になったような時にも制裁に脆い体制が続くということでしてこの脆弱性をどのように維持していくのかというのが実はヨーロッパにとって一つ興味深い課題になってきていると言えるんだと思います以上ですありがとうございますそれでは引き続きマイクをそちらであの宮原さんの方から南西アジアよろしくお願いします はいえー、っと南西アジアといいましてもあのアフガニスタンのことについて、えー、お話をしていきたいと思います、えー、っとアフガニスタンについて言いますとです、ね、先ほど佐々木先生がおっしゃいましたけれどもあのシリアはウクライナの、えーまあ、前兆みたいなもの前兆みたいなものだったということなんですけども、えー、ウクライナあるいはイラクがその2年後か3年後のアフガニスタンの前兆だったと言われるかもしれないというふうに思っています。 でそれはあの、えー、アメリカの影響力が低下しているというよりもアメリカがもう撤退をそのは年月を決めてはっきりと、えー、もうこの時期に、ね、撤退するとそして、えー、とりあえず、えー、2014年で撤退するんだけども1万人ぐらいの兵隊をあの、まあ、空軍を中心としたです、ね、あの軍事力を置くとでそれも協定のもとにやっていくと。 いうことを決めてもですね。2016年には全部撤退するというふうなことも言ってるんですね。で、これがその周辺諸国にものすごい影響を与えているということが言えます。もうすでにですね。具体的に例えばキルギスキルギスタンの基地,基地をですね。使って兵坦をそのアメリカ軍はあの持ち寄ってたんですけれども、それはもう6月で閉鎖閉鎖されました。 でそういうことで,です、ね、もう撤退が目に見えて分かるんですね、でそういう中でその新しいその大統領、まあ、今、いろいろガチョガチやってますけれども、あのそういう今、新しい大統領が決まろうとしていると、しかしまだ争いがあると、でも本当に戦わなければならない相手はタリバンであると、でタリバンは力をつけてきて、そしてさらにあの、えー、もしかすると、 2年後にはその取って代わるかもしれないというような状況が起こりつつあるということです。でこれをどうやって抑えるかということなんですけれども今、ですねあの先ほどもう1つ鶴岡さんからちょこっとだけ出たんですけれどもあの中央アジアでの中国の影響力が伸びてきているという話がありましたけれどそれと同じようなことがアフガニスタンでももうすでに起こってきています。 そうすると2年,後にです、ね、2年後から3年後にアメリカが大統領変わったときにアメリカがあまだ失敗したと言って戦争,戦争じゃなくてもう一回対応を変えるとしたときにです、ね、次に頼らないといけないアメリカが頼らないといけないのが中国になるかもしれないというようなことが今、考えられるところだと思います以上です。 はい、ありがとうございます、まあ、アフガニスタンはかなり頭痛だと思いますがアメリカにとってもそれではあの松,田さん松田さんの方からあの東アジアについてお願いします増田です、えー、まずあの仮説としてですねこのロシアのいわゆるクリミアあ私は併合と呼びたいんですけども えー、これを中国がどう判断したのかとあるいは分析したのかとで小原さんの話だと、えー、中国はそれを正当化していないということなんですが中国はこの併合というものを、えー、自国のですねやはり領有権の争いの中で どのようにそれを利用するのかなという仮説を立ててみたんですが、まあ、実際問題として中国のいわゆる南シナ海尖閣も含めてですね要は基本的な部分っいうのは何も変わっていないんだろうなというふうに思います。 ただ、あの渡辺さんの方からありました、要はオバマ政権のいわゆるリバランス、これがです、ねえー、現実的にどう今、動いているのかということを見た場合にです、ね、この中国の戦略というのがより明確になってくる、いわゆるあの東南アジア戦略というのが見えてくるんではないかと。 でこのリバランスっていうのはいわゆる軍事と外交の軸足をですねいわゆる紛争、アメリカがこれまで関わってきたアフガニスタン、それからイラク等でのですねいわゆるあの軍事作戦からの撤退。 でよりアジア太平洋地域にそれを移行していくという、まあ、それによって中国の軍事的経済的な対等に対してですね日本それから ASEAN オーストラリアなどとの連携を深めるというのがこのリバランスの構想であると思うんですが、まあ、それに対して中国はかなりあの 反応をしているんではないかとでこれはですね、えー、ご承知のようにベトナムと中国の交戦同士の、まあ、衝突事件まで起きましたしか死者も出る状況の中でですね、えー、なぜそこまで中国がやったのかということがですね えーまあ、ウクライナの情勢変化に伴ってそういう行動に出たのかどうかということが一番問題でして、まあ、これも仮説にすぎないんですけれども、えー、この5月2日からのですねいわゆる掘削施設の、えー、配備それからそれを撤去するという動きの中でですねやはり えー、中国のこの領有権問題の対応っていうのは何だ変わってないと、えー、基本的には和解と同う喝というですね、えー、高難領用の二元外交っていうのを続けるとでこれも今後ですねおそらく何も変わらないであろうと、まあ、そういう中でロシアとの関係がどうなるのかとこれもおそらくバランス外交を続けるのではないかというふうふに思っております。えー まあこれがが私からのコメントですありがとうございましたそれでは続きまして、えー、関山さんの方から東アジア、中国についてお願いします、はいえー、皆さん、これまでほとんど政治安全保障の観点からお話をされてきたかと思いますので、私から経済的な視点から見た中ロ接近の背景として、時間がありませんので、2点だけ指摘をしたいと思います。1つは えー、皆様ご承知と天然ガスもう一つは、えー、ブリックス銀行について簡単に、えー、コメントをしたいと思いますまず天然ガスについてですがご承知の通りこれは中路の間で価格交渉がまとまらずに長年、えー、交渉が妥結しないでいたものですが、えー、今年になってこのクリミア問題で中国がロシアの側に立つようになって、えー、今年5月 えー、ロシアのガスプロムが採算ぎりぎりの価格で中国のペトロチャイナに対して2018年から30年間あ天然ガスを供給するということにまとまったものですしかもそのボリュームは年間380億立方,平方立方メートルということでこれ、2018年時点の中国の年間の天然ガス需要量の大体12%をカバーすると。 いうものに相当しますので、対これだけのボリュームをまあ中国側としては自分たちに有利な価格でまとめたということをもって、ですねこれだけでもロシアの側に立った元が取れたということが言えるんではないかなと思います、もう一つはブリックス銀行を中国主導である程度設立をすることに成功したという点を指摘できるかと思います。 全体1000億ドルの準備高のうち410億ドル中国が出資をして最大の出資者まあイコール最大の発言権を手に入れてしかもその本部もインドなどと随分揉めたようですが最終的には上海に。 本部を設置することでまとまったということでありますので中国としては自分のかなり思惑に近い形でこの銀行の設立ができたということなんだと思います。先ほど鶴岡さんがあの中国の経済を脆弱にしておくことがヨーロッパにとっては重要な戦略だと言ってましたが逆に中国側から見るとまさにそこが問題なんでありまして90年代のロシア危機 南米危機アジア危機を通じて中国をはじめとする BRICS 諸国はやっぱり欧米主導の国際金融レジームというのは信用ならないという思いは根強くありますその意味で今回中国主導の国際金融機関が設立できる方向になったということはその国際政治的な意味というのも当然ありますけれども経済的に言えば もしも中国で金融危機が起こりそうになったときにこれを安定化させる道具を一つ中国としては手に入れたということだと思いますのでこの点においても中国がロシアの側に立って十分元が取れたということが言えるのではないかと思います以上です。 ありがとうございました。それでは染野さん、中国についてお願いします。はい、えー、っと今あの私も天然ガスの話をしようとしたら先に言われてしまったのでですね、言う時間があんまり言うことが少なくなったんですけもうちょっとだけあの経済の話を補足しておきます。えー、っと中国が必要としている天然ガスはですね、2020年で今のところ供給量として4000億から4200億 立法を目指してます今回ロシアから購入したのは380億立法ですが、まあ、その時点において約1割弱ということです。国内の方の現在の状況が今1700億立法輸入が515億でこの部分はほぼトルクメニスタンから買っていると。でこれまでその 中国はロシアからの輸入をしたかったのですがなかなかロシアの価格交渉またがまとまらない中トルクメニスタン中央アジアとの交渉を先行させることでロシアにプレッシャーをかけて有利な状況を作ろうとしていたとこれが今の関山さんの発言と同じですがウクライナ危機によってさらに進んだということで今回のウクライナ危機は彼らにとって経済的メリットがあったんだろうと思いますただ彼らが望んでいるロシアから解体量というのは2009年に話をした時点では700億立方 そうすると386立法ではとても足りないんです2000、えー、さっき言った2020年の4000億にはまだ多分相当量足りないですそういう意味で言うとこれからまだまだ他に買,い買っていかなきゃいけないでそこの部分をどこから手に入れるかという意味では CIS の国と彼らはうまく付き合っていかなきゃいけないというそういう点でこれからますます中ロは経済的に接近をしていくしかないんだろうと思います ロシアの方は中国を経済パートナーとして必要としているという話が今日ありましたがそれは中国も同じでロシアを中国はロシアを経済パートナーとしても必要としているただし過度に依存するのではなくそこは CIS 他の中央アジアの国々も見据えて付き合っていくということだろうと思います。そのの上でさらにに言えば去年の9月に えー、上海協力機構の会議で李克強総理があ違いますね。去年、えー、その前に習近平、えー、主席が、えー、SCO の会議で言った発想にシルクロード経済ベルトという話があります。彼らが見据えているのは、えー、中国からさらに欧州までつなぐと少なくとも、えー、今サンクトペテルブルグまで。 連雲港という構想省のところから道を作っていくという、もうこれは協力機構の中の合意ができています、そういう意味では最終的には欧州の経済まで乗り込んでいく、でここを、えー、精神するところに関しては、これが世界の人口の半分、40か国ぐらいを占めて TPP の対抗軸になると思って逆にこの連雲港は東側に行けば、これから海があると。 港を今非常に作ってます私も2年前に見てきましたが、連運航の人が言っていた言葉は、確かに中央アジアの方から資源を買ってくると、しかし、帰りの庭どうするのと、そのところを空で走らせるわけにはいかないわけですから、連運航から逆に物を積んで、これから彼らはアジア、ロシア、そして最後は欧州へ物を売っていくんだと,というのが彼らの発想であります、それを多分30年、40年というタームで見据えているのが現在の中国ではないかと思います。 ありがとうございました。えっとこうしてあのすべて聞いてみるといろいろあの幅広いですし、まあそれこそ海の地政学、陸の地政学、経済の攻め合いといろいろあると思いますので、いろいろ質問も皆さんあると思います。これであのフロアに Q&A でオープンします。まずあの質問するときはですね。 えとご所属とお名前を名乗っていただいて、えー、質問もですね、まあ、いっぱいいますからもし特定の人に言いたければあの聞きたければこの人とこの人と言ってください特にないときはまあざ,ざっとやってください。それからあの重要ななことなんですが今あの ユーストリームで、あそこのカメラで中継してますので、えっと、基本的には後ろ振り向かなければ顔は出ませんから、あの顔出したくない人は振り向かないでくださいね、で質問する際もまあ名前出して差し支えがある場合は、ご自分で工夫してください。<laughs> えということで、でいくつか質問を2つとか3つとかまとめて取りますので、挙手をいただければと思いますそれではお願いします。 それではもうあ早いですね、えー、と最初に、えー、と一番前の方、一番最初で、あとその左の方とその後ろの方と、お願いします、はい、あの中津と申します、今ロータリークラブの方におります。であのちょっとお話がなかったので、確認したいんですが、現在のロシアという国の体制なんですけれども、 中国共産党の抑えているような共産主義独裁ではないですね、それははっきりしていると思いますが、じゃあ、民主主義、自由主義の体制になったのかというと、どうもそうでもない、その辺の立ち位置がいろいろ国際学園にも影響していると思うんですが、ちょっと教えていただければと思います。そそれれででではは続ききまましてて質問を取ららせていただきますす、えー、ちらの方ですね、はい 今日は大変興味深いい講演をありがとうございますあの2点もしよければご質問させていただきまして中国とロシアの国境で中国人の移民の割合が増えまして少しトラブルになっていると聞きますがこれはあのロシアはどのように解決する見込みであるのかかかるのにどれぐらいかということとあともう1つあの欧米市場の金融秩序があの中国にとってあまり信用にならないというその具体的な中身をもしお支えない範囲で教えていただければと思います。 どううもよろししくお願いいまますすありがとうございますあそれではもう一方あの、今質問された方の後ろの真後ろの方です、ね、関口と申します、えーか。海軍のことをずっと私、ここ50年ぐらいも学生の頃から見てるんですけれども、えーまあ中、ウクライナが中国に航空母艦をカジノにすると言って、売ったりで、それが航空母艦になっちゃった。今度は フランスがですねロシアに大型の強襲揚陸艦を2隻もう即1隻はこっちに来ますでたかが1600億円ぐらいなんですけれどもなぜそのフランスがですね1600億円ごときであの軍艦の輸出にこだわるのかまたロシアはあれだけやってるのに強襲揚陸艦ぐらいできないのか。 というですね。なぜそこにこだわっているのかということをちょっと今日はズバリということだったら小原さんあたりにまとめていただければと思います。はい、ありがとうございます。それではどなたかからいきますか。えっ、ー、と、まあロシアいっぱいありそうですからまずアビルさんの方からまとめて。はい。えっ、ー、とまずですね、その態勢が今回のウクライナの問題にどういう影響を及んているか体制の違いですね。で、まあ確かにロシアは 欧米諸国と比べるとそれは民主的な国家で欧米諸国並みの民主的な国家であるかと言われると確かに疑問符がつくまあロシア風に言うとですね要するに彼らは言ってるのはマネージドデモクラシーっていう言い方を彼はしてますけども要するにうまくこのデモクラシーをマネージを する中で要するに国内の安定化を図っていくというのがロシア的な民主主義であるということがまず1点ですねでそういうロシア的な民主主義に対してやはりアメリカの中にはやはりそんなロシアの体制はがまさに今回のウクライナへのです、ねえー、強硬なアプローチの原因になっているのではないかと。 いう人そういういい主張をすするる人がいるのは事実でありますただし、それはこのウクライナの問題が発生していくプロセスこれは、これを外し続けると1時間かかってしまうのでこれが最近、私が東京財団のホームページの論考でその今回のウクライナ の危機が始まるプロセスというのをちょっと書いているのでそちらを読みいただきたいんですけれどもそちらを見ていくと必ずしもおそうではないのかなとただし、アメリカの今、今,今回こ,こういう状況が起こったことで、えー、ロシアの体制,が今回体制の違いが今回のこういう状況を作っているという人たちの意見が非常に影響力が高まっているというのは事実だと思います。 それからもう一つ、これ中ロ国境、中国人の移民の問題が大変最近問題になっているというご指摘がありましたけれども、私その、この問題が最近と、特に大きな問題になっているというような認識はあまり持っていないんですが、あの具体的にそういう状況があるんでしょうか。あのあの <laughs> 要するに、ね、中国側が非合法にロシア領に入ってきてそこで百姓を始めてるんですよ、でその百姓を始めるときにロシア側の人の名前を借りたりしてやってそれがどんどん裏どん,どん裏うの方まで中国人の存在が拡大してくるというのはそれはまあ昔か,ら昔から言われていることなんですがただ、その最近、です例えばです、ね、極東なんかに行くと特にその気づくのは実は その中国人以上にです、ね、中央アジアの人たちの労働者の人たちの存在が非常に見えつこれ、私数年前あのサハリンに行った時も非常にそれを。 を見につきましたでこれはどういうことかというと実はロシアプーチン大統領がです、ね、移民政策をやる中で、えー、ロシア語ができる中央アジアの人たちの移民というのを実はむしろ積極的に加速させていてそれ要するに中国の移民の人たちの問題をマネージするという意味もあってです、ね、要するに中央アジアの人たちの移民というのをむしろ加速させていてそれに対して実はモスクワ を含めた首都圏などではむしろこれこのイスラムの問題と逆にです、ね、リンケージしているということで逆にその都市部なんかではそれが問題になっているというような動きがあるのは事実です以上ですす以上それでは、ま、あの関山さんの方から金融市場の不満を話してもらってそれ,で、えー、とそ,それからあの えー、ごめんなさい。スルさんからちょっとフランスの話してもらって最後ちょっとま,まとめて小原さんの方に行きます。じゃあご,ごく手短にあの90年代の各種の通貨危機器、ロシア通貨危機器、南米通貨危機器、あるいはアジア通貨危機器の時に、えー、セギンや MF が 支援の条件として様々なそのマクロ経済改革だったりとか財政改革の条件を出したんですねそれが、まあえー、危機のただ中にある国々としてはただでさえ経済大変な状況の中で欧米がその欧米的な観点から押し付けてくる経済改革をすることがさらに国内経済を疲弊させるという思いの中ででも仕方がないからとりあえず短期的な資金繰りのために資金支援を受け入れてきたという思いが少なくともその 当時支援を受けた国の側には非常に根強く残っているようでして、えー、まあ中国自身もそういう中国を中心とするまあブリックス諸国にそういう思いがまずあるというのが1つですねでもう1つその中国自身も例えば89年の天安門事件の後、えー、欧米主導の,その経済制裁の中で世銀の融資をストップさせられるとかですね あるいは90年代の半ばの地価格実験の時にも日本自身も円借款を経済制裁のツールとして使いましたけれどもそういった形で欧米主導の国際金融システムが中国なり他のかつて支援を受けてきた途上国にしてみると 経済制裁のツールに使われたあるいは、えー、と彼らの立場からするとこの困っているときにそんなことを言わなくてもいいじゃないかという厳しい条件を突きつけられたという思いがあ具体例を持って、えー、記憶として残っているということなんだと思います。えとあのミストラルの 恐縮予備艦フランスからロシアにの輸出の件であの3点ほどございますもちろんそのたかが千何百億でとまあただされど千何百億というところなんでしょうけれども1点目がまず雇用であります。で これはですね、やはり経済なかなか厳しい中で、まあ、これも数百人と言われてますけれどもこの雇用を、まあ、特定セクター特にこ政治的にはセンシティブなセクターですのでこれを守れるかどうかというのが一点それともう一つはその武器輸出国としてのフランスの信頼性という問題でもありますと言いますのもやはりその契約したものはしっかり履行するとでそれができない国となるとやはり武器,武器をその 買う先としてはですねこれ信頼性が下がるということでこれはもうやはりフランスが気にしているところだろうと思いますただこれもう一点ありましてそのフランスとしてはですねこのミストラルの輸出を取りやめるのはやぶさかではないというのが基本的な考え方なんですがそこでフランスだけが損をするのではかなわないとですからこれも非常にあの単純なとていますかこれもあの 明らかなのはです、ね、イギリスが金融制裁を本気でするでその不利益をしっかり被るつもりなんであればフランスもこ,れをこのミストラルの輸出を取りやめるとですからここでそのフランスだけが損したくはないと、まあ、これもある意味醜い争いといえば醜い争いなんですけれどもまさにそれが現実の難しいところとということだろうと思います。 はい、えー、最後に、この武器の問題ですけれども今、鶴岡さんからもありましたね千六1600国というのは、えー、軍需作業にとって、えー、決して小さな額ではないと思います、えー、今、ヨーロッパ諸国はあこの国防費を削減する方向にあってイギリスももともと2隻保有するつもりであった空母は1隻にしてもう1隻は強襲揚陸艦にすると,といった、えー、削減の方向にあります。 こうした折りを受けてイギリスの軍需産業とフランスだったと思いますがを主にするヨーロッパの別の軍需産業の統合の話が23年ほど前にあったと思いますがこの時にやはりイギリスの国内でも大変な論争が巻き起こったわけです。軍需産業とというのは国を支える基盤なんだと これを勝手に他の国の軍需産業と統合させていいのかという話ですがかといって、お金をただ与えるだけではいけないこれはもう軍需産業の方で契約をして商売をしなければ立ち行かないわけですから特に造船の場においてはそのドックですとかその施設、氷を維持するだけで相当なお金がかかります。 1>, 1年間船が作れなければそのドックはただ維持するだけになってしまうわけですからできるだけ毎年ちゃんと船を作るあるいは整備等をしたい開けておく時間を短くしたいというのは企業側としては当然だったんだろうと思います一方でロシアですがロシアはプーチン大統領が好調な経済を背景にして軍事装備品の近代化の号令をかけましたところが軍需産業はこれに全然ついてこられなかったわけです えー、しばらく経済が疲弊している間に、軍需産業自体も疲弊してしまって、いきなり近代化と言われてもこれに追いつかない、えー、装備を作れないという、十分に作れないという状況にある中で、ロシアとしてはフランスからの輸入という選択を選んだんだと思います、えっと、すみません、たぶん、ユース,スクトリームの関係で、マイクがないと聞こえないので、マイクを今、来ました。 イギリス海軍の補給艦4隻がヒュンダイ工業で今作られてるんですね、それはどうなんですかこれはあの価格等の問題だと思います、それとあとは国内での,、えー、まあそのバランス等を見ての話だと思いますが、えー、イギリスとしてもやはり国内の産業を優遇したいのは当然のことながら、やはり予算には制限がある、えー、必要があるものを韓国の フィンダで作るというのはオプションの一つではあるんだろうと思います。それではあのまあの質問を続けたいと思います。奥の方どうぞ一番奥で手が上がりましたので奥にマイク言ってください。ここの向かって左側のはい。坂本正広日本国際フォーラムです。あの佐々木常積研究員に。 質問したいんですけれども、アメリカが戦略を変えたと、金融と宣伝で、情報でやっていると、その辺をもうちょっとエクステンドしていただきたいと思いますアメリカが弱体化したあすみませんあのま、質問をまとめて取りたいので、ごめんなさい、ちょっと佐々木先生、待って,てくださいあの 4, 4番目の方。 から参りままりした上村と申しますえー、っとウクライナの東西対立なんですけどもあのまあ政府の方ウクライナ政府の方はどちらかというと今親王、まあうん、派の,あの政府になっているところがあの東部の人間はロシア派になっているこれは単なる地域的な問題なんでしょうかそれとも ええー、もしくは宗教的なものとか。民族的なものとか。そういうものは関係してないんでしょうか。それが私の質問です。他に質問ございますか。はい、じゃあ、こちらの。ええ、ええ、まあ、ロシア環境いろいろ考えるのが死ぬほど好きな長島と申します。ええー、と質問なんですけれども、あの。<coughs> 軍事力に関して今現在と過去においてど,のどんなふうに考え方が違ってきたのかなぜかというとウクライナとかあのクリミア問題で,です、ね、あれほどそのロシアとアメリカがあし,ゃしゃかりきって分断が進むということのメリットが果たしてあるのかとあ第二次大戦後3040年ぐらいは多分軍港あの外国に基地を持つってことは重要だと思うんですが今はあのミサイル撃ちは 使用が決成られるような時代にです、ね、外国に軍港を持つということはまあメリットのリージョナルコンフリクトに対して発言力が増すっていう程度のことであって逆にそこの人たちから反米なり反論的な感情が起こるのをマイナスを考えた場合に果たしてどちらが得なのかということなんですがその辺のところ 実際にどれほどの,その軍事力の価値があるのかということですあのちょっと記憶力勝負テストです、にあのえー、ともうまとめたいので、えー、のそちらの方。あのプーチンがいるうちに何とか北方領土の決着をつけたいという <laughs> 日本人としての願望があるわけですけれどもさりとて欧米と敵対してですね ロシアの肩を持つわけにはいいかないとこうなるとぎりぎり面中腹敗で,です、ね、欧米に協力してる形を取りながらも日本の国益を追求するぎりぎりの線というのはどういうふうに考えたらいいか何かいいアイデアがお持ちであれば教えていただきたい。 まあ、ロシアの話を中心ということなのでまず、ウクライナ西部、東部とです、ね、そのが地域の問題なのかそれから民族、宗教の問題なのかということですけれども、これはもう歴史を見れば明らかで要はです、ね、ウクライナの西部特にこのポーランドに近いです、ね、ガリシア地方であるとこの辺というのはもうある種、ーポーランド もう一体的的な感じににある歴史的にです、ね、あのポーランドあるいはオーストラリア、ハンガリー帝国の一部だった時代がずっと長いですのでなおかつ宗教的にもいわゆる東方カトリックというです、ね、そのロシア正教の聖典は報じているんだけども要するに管轄はもうカトリックの管轄。 にあるとということで明らかにそういうです、ね、その宗教的あるいは歴史的バックグラウンドがある一方でこの今のウクライナ東部で問題になっている地域というのは特にです、ね、この18世紀後半に当時のですねカテリーナ2世の時代に行、まあ、ってみたらロシア帝国帝政ロシアがです、ねまあ、ってみたらあのオットマン・トルコとかです、ね、そういうところからその戦争で,です、ね、要するに奪って でいわゆる帝政ロシアの影響下においてそこにまあロシア人であるとかあるいはウクライナ人の人たちが入っていって住んでいてそれはまあクリミアも同じなんですがそういう歴史的な背景があってそういう意味で,です、ね、非常にロシア人の人たちも多いですしあるいはウクライナ人でもロシア語を話す人たちが多いでなおかつ宗教的にもロシア正教 を報じている人たちの比率が高いということがあります。それから、えー、っと、クリミアのロシアにとってのですね、クリミア、あるいはセバストーポリーっていう問題なんですが、私はその二つのですね、背景、つまりロシアがですね、このクリミアの、私は編入と言いますが、編入にですね、あえて踏み切った。その。 背背景景には、ね、まず戦略的な背景って一つあったと思うんですねそれはやはりそのセバストーポリの問題でこれは外国の基地を奪うというよりももともとロシアの基地で,基地であったそのセバストーポリがあるクリミアが歴史的なロシアにとってみたら歴史的な間違いのもと。 アメ,リカアメリカが非常にウクライナに干渉してああいう問題が起こったとっいうふうな情報もあるぐらいですから、うん、それは私は私そのことに関してあの YouTube なんかでいろいろ出てたんですがああそ,そういうことまでする価値があのラスマイナスを考えた場合にどう,あのどうなんかと。そう<あ>ういう意味であのはは実は小原さんにあのその 価値についてお聞きしたいんです、戦略的に昔と今は違うんじゃないかということです分かりました、じゃあ、あとは,では北方領土の問題というか、ですねそのこれをむしろ私も知りたいというですね <laughs> 感じがするんですが、安倍政権としては、ですねぎりぎりまで行ってみたら、 対ロ外交先ほど申し上げましたとおり北方領土の問題だけではなくてそれは中国の問題それから資源も含めた、N、あの経済協力この3つの柱のもとで対ロ外交の強化というのをです、ね、推進をし、えーまあ、今回のウクライナの問題が起こった際にもで,す、ねまあ、そのできるだけ、えー 要するに対話の状況を継続させていくという意向でそういう形のソフトな制裁措置を取ってきたとただし難しいのは今回です、ね、そのマレーシアのこういうい追撃事件が起きたのを受けて繰り返しますが私はまだ どの勢力がやったかということに関しては最終判断は下していませんがそれでもです、ね、それでもやはりその今、特にです、ね、欧州がです、ね、欧州が今、特にドイツ含めてです、ね、制裁の方向にぐーっと傾いている中で日本だけです、ね、そこの流れから。 ああにこうしていくというのはなかなかそれは難しいんだろうなとで実際、ですね今日菅官房長官がですねやはり一歩踏み込んだですね制裁をするというふうに発表してますのでそういう流れに今なってきているということだと思います。 お答えしますが僕はアメリカというのは実はとんでもないやっぱり大国だと思うんですね、今でもでアメリカの力を無視することはできないただ、あの我々がかつて少年時代に思っていたあの戦争のパターンとは全然違ってあの昔の戦争のパターンというのは赤からでありベトナム戦争だと思うんです敵と味方が対峙して殺し合うというパターンでも、これはベトナム戦争の敗北で大変な損害を被ってアメリカはその戦争をやめたんですね。 その次の戦争のパターンは僕はイラク戦争だったと思います。これは軍事偵察衛星と電子頭脳を持ったミサイルが相手のターゲットを叩く、そして電波ジャムをかけるということでこれは画期的な戦争だったんですねでその戦争を見てロシアと中国は大当てしたという話がありますその次のパターンの戦争は何だというとあのいわゆる偵察衛星で大きな範囲を見てなんかあの変なものが動いていたり存在するということになるとそこにドローンといういわゆる 無人機を飛ばしてより明確な映像を捉えてそこに無人機からミサイルを発射したりあるいはその無人機から情報を送って基地からミサイルを飛ばしての叩くと我々個人の顔も見えるそうですでその次のパターンの戦争というのはいわゆるモバイル戦争だったと思うんですね電話を使ったでこれはムバラク大戦が倒されますでその次の,そのいわゆる戦争のパターンは何かというと 実はあの私はあの知り合い方だと思うんですその知り合い方というのは何だというとその内部に紛争を起こすことによって同じ国の人間が殺し合いそこに若干の外部からの支援と宣伝宣伝というのは非常に大きなあの戦争のファクターだと思うんですが宣伝線を張っていくという武器も与えるということだと思うででその次のパターンは何かというと実は アメリカは例えばベトナムなり例えば日本を占領するのではなくて日本の中のアメリカが必要な部分だけを占領するというパターンだと思うんですでイラクのクルド地域が自治権を持ちついに独立を追い始めているというのはその典型だと思うんですリビアにおいては西部にも南部にも油がないんですが東部に偏ってあるんですねそうすると東部のリビアの東部を誰かに押さえさせればいいでそのためにはハフタルという アメリカに20年間世話になった男が抑えています。それからあの ISIS IS の話が今日出ましたから、あれはアメリカのメイドイン USA です。以上でだいたい答えになったと思います。はい、えっ、ー、と冷戦後の軍事力のまあ使用の仕方といいますか、その性格の変化というものについて。 えー、というご質問だったかと思いますが、えー、基本的には軍事プレゼンスについの、えー、使い方については大きな変化はないという認識をしています。でこれは別に私がというのではなくて米国もそうですしロシアもそうですしまた、中国は今これを持とうとしている。 中国が求めているのは米国に対抗できる軍事プレゼンスであって米国に直接戦闘で勝利する軍事力では現在のところではないということですこのウクライナ、セバストポリ先ほどから港の名前出ておりますが実は中国は2012年7月に初めて軍艦がこの港を訪問しています。 この時地中海を抜けて黒海まで中国の艦艇が来たということに周辺諸国は大変驚いたということですが中国はなぜこの地域にまで行こうとしているのかこれは今世界中で米国一国だけが各地域に軍事プレゼンスを示すことができて米国に有利な地域情勢を作り出すことができるという認識をしているからですこのシリアの時も シリア問題の時もアメリカが艦艇をすぐに2隻派遣をしていつでも巡航ミサイルを撃てるという体制を整えたこのことに中国は非常に危機感を持ちましたただ、ロシアが今度このセバストポリを抑える。 そうするとアメリカよりもロシアのプレゼンスの方が高まる可能性があるわけですし中国も実は狙っていたセバストポリは取れないということになるとまた別のことを考えなければいけないアメリカとしても現場で軍事プレゼンスを示すためのベースというものは必要になる。 将来的に新しい戦略兵器ができてこれが大量破壊兵器ではないいつでも使えるような兵器であるということになると前方展開基地の有用性というものは低下するかもしれませんが今のところそういった武器というものは開発されていない現在のところ軍事力を実際に目に見せる 形で展開するためにはは前方展開基地はまだ、必要だということとなんだろうとこのウクライナというのは国海に面していますがそのまま地中海にも出られるこの地中海が面しているのが中東であり北アフリカであるということはやはりエネルギー安全保障にも関わる重要な問題だというふうに大国間では認識をされていると思います。 それではもういろいろ最後時間になってしまいましたがそのアメリカの軍事力の使い方とかあり方というのは、まあ、もちろん世界の軍事力の使い方が変わっていましてアメリカがいろいろ戦略を、謀略も含めていろいろ動いていることも間違いないんですが歴史的に見るとですねそのまあ戦略がかなり うまくいくケースとい,かないケースとしかも、いっ一時大きく失敗するとしばらくおとなしくなっちゃうのとあと周りの見方も変わっちゃうんですごくこう異常にこう小さく見えてそれで一旦回復しすると今度逆にまた大きく見えてでも本当の実態はその間ぐらいにあって。 あると思うんですねただ圧倒的な軍事力と情報の,調査あの情報能力とこういうものはしばらくは変わらないとで今日私初めに話した話というのは相対的に今弱ってるとこれもオバマ政権の部分があるし国内政治にも左右されているとそういうことなんだと思いますただだからといって国際的な安定が確実に得られるわけでもないしあと実は今日忘れましたがというよりも今日のテーマではないつまり 中国を巡る東南アジアや日本やこういうところのせめぎ合いっていうのが実はアメリカの中でも非常に大きなところがあってでそれ以外がどちらかっていうと手薄になってるって印象もあってこんな感じの地図を皆さん描いていただくと今日の話が一つ分かりやすいのかなと思います。かかかりやすくなななっったかららいて,言ってここのの不安定な状況の飛びは変わらないどころろむしろその 多極化的な不安定さが増しているというのが現実ですので、ここはあの、まあ、オバマ大統領にもそうですけど、日本のリーダーにもよく考えていただきたいということで、最後にもう質問もしたくてできなかった人、申し訳ございませんが、こう光栄なことに今日二2人のディスティングシットゲストが座っておられます、まず顔見えてるから許してください、あの前国際エネルギー機関、IEA の,の事務局長だった田中信夫さんが来ております、ありがとうございます。 ありがとうございますあの勉強になりますと言っていただきました大変恐縮です。それからこの奥の方にです、ね、えっ、ー、と元外務大臣の,田中あの松本武明さんがいます、今、ジャケットわざわざいて,てくれました、ありがとうございました。ということで、えーえー、今日うの皆さん、パネル、それからゲストの方に温かい拍手をいただければと思います。今日はありがとうございました えー、皆様あの質問時間がなかったりコメントを。